こちらは胃カメラの所見ですけど、胃カメラをしても異常がない、 CT や血液検査をしても特に病気が見つからない、つまりがんや胃潰瘍など目に見える病気がないということなんです。この原因が見つからないけど胃がもたれたりすぐにお腹がいっぱいになってしまう病気のことを機能性ディスペプシアと呼びます。皆さんこんにちは、天ヶ谷ファミリークリニック院長の細田です。今回のテーマは胃の不調の原因の 80% を占める機能性ディスペプシアの改善方法を5選ということで解説していきたいと思います。何年も前から胃の調子が悪い、胃もたれで辛いのに病院に行って検査をしても異常がないと言われ、機能性ストレスのせいと指摘され、ストレス性胃炎、慢性胃炎と言われ、薬で様子を見ましょうと言われているけどなかなか治らない、ご飯を少し食べただけですぐにお腹がいっぱいになってしまう、本当はもっと食べたいんだけど食べれなくて辛いです、食が細くなってきてしまって数ヶ月で体重が3キロ減ってしまいました、こういった症状に該当する方はその原因機能性ディスペプシアかもしれません。今お伝えしたように数ヶ月、長い方だと何年も前から胃の調子が悪い、すぐにお腹が満腹になってしまう、食べるとよく胃もたれをするので食べられないから体重が減ってしまう、食べるとお腹が詰まったようになって辛いから最近は食べるのも怖いんです、こういう方外来でたくさん見てきました。こういった症状をまとめて胃の不調と呼んでいるんですが、この慢性的に胃の不調を抱えている方日本では約1000万人いると言われています。いかに多いか分かりますよね。ある研究では胃の不調を訴える患者さんの最大 75-80% もの人が胃カメラや CT 血液検査などをしても原因が分からないという報告があります。こちらは胃カメラの所見ですけど、胃カメラをしても異常がない、 CT や血液検査をしても特に病気が見つからない、つまりがんや胃潰瘍など目に見える病気がないということなんです。この原因が見つからないけど胃がもたれたりすぐにお腹がいっぱいになってしまう病気のことを機能性ディスペプシアと呼びます。ちなみにですね、同様の研究によると胃の不調を訴える患者さんの 20% は胃潰瘍や十二指腸潰瘍、ヘリコバクターピロリ感染による胃炎、胃がん、食道がん、膵炎、痛み止めなどによる薬剤性の胃炎、糖尿病などもここに含まれています。ある研究では世界の人口の 20%、 つまり5人に1人がこの機能性ディスペプシアになると言われるぐらいメジャーな病気なんですが、まだまだ多くの人に知られていませんし、そのために診断されずに次から次へと違う医療機関を受診してしまうドクターショッピングをしたり、気のせい、ストレスのせいと言われ苦しんでいる方を多く見てきたので、そういった方の悩みを少しでも解決できればと思い、最新の論文をいくつも読んで解決方法について動画にまとめてみました。今回の動画を作成するにあたりましては、機能性ディスペプシアの診療ガイドライン2021年度版を参考に作っております。今回の動画を見ていただくことで、まず、機能性ディスペプシアってどんな病気なの？診断はどうやってするの？ということを解説し、次に胃の役割、機能を理解した上で、機能性ディスペプシアで痛みも含めて様々な症状が出る仕組みについて解説したいと思います。ここが分かるとスムーズに治療法も理解しやすくなると思います。次に実際診療していると機能性ディスペプシアに合併する2つの病気について簡単に触れ、機能性ディスペプシアの改善方法を5つ説明した上で最後にまとめて終わりたいと思います。今回の FD についての動画も長くなりますので、FD の改善方法から知りたいよという方はこちらからご覧ください。動画の最後の方では私自身も日々実践している FD の症状改善に役立つセルフケアを3つ説明していますので楽しみにしていてください。私のチャンネルでは医者歴22年の経験や知識を生かし、最新の論文をもとに皆さんに役立つ健康情報を配信しております。チャンネル登録していただくととても励みになりますので、よかったらポチッとお願いいたします。それでは今日も行ってみたいと思います。まず、機能性ディスペプシア
とはどんな病気なの、私たち医者はどうやって診断しているのということをお話したいと思います。まあ、早速ですが、機能性ディスペプシアは英語で Functional Dyspepsia、 略して FD と呼びます。便宜上ですね、これからは機能性ディスペプシアのことを FD と呼んでいきますね。細田先生、機能性ディスペプシア FD っていう病気みたいだけど、なんだか小難しい名前で覚えづらいですねという方多いと思います。実際ですね、この FD ですね、名前が難しいだけにちょっと浸透しづらいなっていうのも一つの原因じゃないかなと思ってるんですけども、実際にこの動画でこの病名初めて聞いたという方少なくないと思うんですよ。試しにこの動画を出す前に医療従事者以外の人数名にですね、機能性ディスペプシアっていう病気聞いたことありますかってヒアリングしたところ、ほとんどの方がですね、いや知らないです、聞いたことないですっていう答えだったんですね。まあ、医療従事者の方は結構知ってる方増えてきたなと思うんですけど、まだまだ認知されてないんですね。胃の不調の最大8割を占める病気なのに浸透してない、これは有識問題だと思っています。ここで機能性ディスペプシア FD をですね、理解しやすいように簡単に説明します。このディスというのはですね、でない、できないといったニュアンスの言葉になります。そしてペプシア、これは消化を意味しますので、消化できないということでディスペプシア、そしてそれに機能性というのがつくので、まあ、機能的に消化できないんですよという意味なんですね。いやいやいや、まだちょっとよくイメージ湧かないよという方いると思うんですよ。この機能性という言葉の対になるのが器質性になります。器質性というのはですね、癌や胃潰瘍、十二指腸潰瘍、痛め止めの薬といった原因の場合、つまり目に見える原因のことを器質性と言います。ですので機能性というのは、目に見える病気はないんだけど機能が低下しているよというふうに理解していただければいいと思います。それでは FD を私たち医師がどのように診断するかと言いますと、今から言う症状のうち一つ該当する場合をまず疑うんですね。その症状とは、一つ目が胃もたれ、そして二つ目が食べてすぐにお腹がいっぱいになってしまう、これを早期満腹感と言ったりします。三つ目が胃の痛み、四つ目が溝落ちが焼けるような不快感、これら四つのうち最低一つは自覚されていること、そして症状を起こしている原因として胃がんや胃潰瘍といった目に見える病気がないということ、そして症状が慢性的に続いているという3つの条件が揃った時に FD という診断をします。この2021年の FD のガイドラインでは、必ずしも FD を疑ってすぐに胃カメラをやる必要はなく、診断したらこういう改善方法があるので、私たちのような、まあ、診療所で働くプライマリーケアのドクターもこういう治療をしてみたらどうですかというのが提案されているガイドラインなんですね。実際に後で詳しく説明しますけれども、お薬を飲んでみたり生活習慣を改善してもなかなか良くならなかったり、がんを疑うような症状、例えば体重が1ヶ月で3キロ4キロと急激に減ってしまう、便が最近異常に黒い、胃の痛みがどん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 右肩上がりで強くなる、こういった症状があれば胃がんなど目に見える病気が疑われるので、早めの内視鏡検査をお勧めします。先ほど慢性的にと言いましたが、これには基準があります。先ほどFD の定義で慢性的に症状が続くというお話をしましたけれども、具体的に慢性とはどういう意味なのかと言いますと、6ヶ月以上前から症状が現れ始め、3ヶ月前頃からは週に2回あるいは3回以上胃の不調の症状が見られることを言います。初めは大したことないので様子を見ていたんだけど、ここ1ヶ月2ヶ月ぐらい症状が強くなってきたと言って受診される方が多いのが現状です。こういった、まあ、経過をたどるという部分もですね、この FD の診断基準に盛り込まれているんですね。ただこの診断基準というのはですね、まあ、明確に診断基準を設けることで臨床研究しやすいというのも一つの目的でありまして、実際の日常診療では1ヶ月以上前からこうした症状が続く場合はFD を疑って治療するケースが多いと思います。ここまで FD という病気の説明と、私たち医者はどのように診断しているのかということについて解説させていただきました。それでは次に胃の機能、役割とですね、痛みが出る仕組みについて解説していきたいと思います。それでは機能性ディスペプシアという病気はどうして起こるのでしょうか。
その原因を理解するためには胃の機能と役割について理解することが早道です。こちらは消化管の全体像になります。皆さんご存知のように口から食べた食べ物は食道を通過して胃に入ってきますね。食べ物はこの胃で一旦蓄えられた後に胃酸という強力な酸性の液体で殺菌をします。体の奥にバイ菌が入っていかないためにも大切な役割を担っているわけです。そしてもう一つが食べ物を消化吸収しやすい土台を作るために胃の中で食べ物をお粥のようにドロドロにするという役割があります。このドロドロにするためには胃から分泌されているペプチンというですね、主にタンパク質を分解する酵素を出しているんですね。つまり胃の働きとしては食べ物を蓄えながら体にとって有害なものを胃酸で殺菌し、食べ物をドロドロのお粥状態にして栄養を小腸で吸収しやすくするためにまずはその入り口である十二指腸に送り込むという働きがあります。以上のような4つの役割機能があります。そして十二指腸に運ばれた食べ物はこの小腸ですね、ぐにゅ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 してますけど小腸で栄養分のほとんどが吸収されるというわけです。大腸では主に水分が吸収されていくうちに便が出来上がってで最終的には栄養を絞り取ったカスとして肛門から出ていくというわけです。ここからは機能性ディスペプシアの原因だけでなく治療法に直結する大事な部分です。ここで質問です。胃の動きは何がコントロールしていると思いますか？1運動神経、2感覚神経、3自律神経、さあ何でしょうか？答えは3の自律神経になります。胃の運動というのは自律神経がコントロールしているんですね。自律神経、それって何ですか？ YouTube の健康動画ではよく出てくるキーワードですけど、いまいちまだ理解できてないんですという声が聞こえてきそうなんですけども、自律神経とは私たちが何かですね、意識的に努力しなくても自動的に機能する神経のことだと思ってください。つまり私たちが意識しなくても勝手に動いてくれるために必要な仕組みなんですね。この自律神経は機能性ディスペプシアの原因を理解するためには核となる部分です。簡単に自律神経について説明しますね。この自律神経は交感神経と副交感神経からなっていて、互いに正反対の動きをしています。例えばこちらにある通り、交感神経が活発に動き出すと、例えば心臓の鼓動は速くなり、ドックンドックンドックンという心臓の拍動がドックン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 と速くなります。医学用語でいう心拍数が上がるという状態になるわけですね。また血圧は上がり、胃腸の機能は低下し、唾液も減少します。これってある状態を表していませんか？動画を見ている方は気づいているかもしれませんが、そうなんです。私たちが緊張状態にある時を意味します。いわば体が戦闘モードになっている状態なんですね。私たちの遺伝子は原始時代からほとんど変わっていないと言われていますが、例えばライオンやクマが突然目の前に現れた時、こんな反応になりますよね。一方で副交感神経が活発になると、心臓の拍動はドックン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 と速かったのが、ドックンドックンドックンとゆっくりになります。そして手足の血管は開き、血圧も下がります。そして逆に腸の働きは活発になり、消化吸収活動が後押しされます。そして唾液は増加していきます。つまりリラックスした状態を表すわけですね。一日の仕事が終わり、気の置ける仲間や家族と楽しく食事している時などは副交感神経が活発になっています。普段は胃の不調がいまいちなんだけど、好きな人と数時間楽しく会話しながら食事していたら、なぜか胃の不調が良くなって、むしろリラックスしたせいか翌日胃の調子がとても良いといった経験ないですか？まさに副交感神経の働きが活発になって、自律神経のバランスが取れて消化吸収しやすい状態になっているということです。人によっては音楽を聴いたり温泉に入ったり、または森林浴などをすることで副交感神経のスイッチが入って活発になることもあるでしょう。何が言いたいかと言いますと、緊張して副交感神経が
活発になると胃や小腸などが動きづらくなって胃の不調が現れやすくなる。一方で先ほど言ったような感じでリラックスして副交感神経が活発に働くと胃がしっかりと動いてくれて胃の4つの役割が機能し始めるので胃の不調が改善に向かうというわけです。例えばですね、1週間後にテストがあるけれどそれが終わればリラックスできるということであれば問題ないんですけど、人間関係の悩みなので2ヶ月3ヶ月長いと1年など長期間にわたってクマやライオンと向き合うような精神的な緊張状態が続いてしまうと胃の不調となって症状が現れ、病院に行って検査をしても明らかに胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃がんといった目に見える病気がない時に機能性ディスペプシアと診断されるわけです。機能性ディスペプシアの原因の全てが自律神経が原因とは言いませんが、この病気を研究している数多くの専門家が自律神経の不調が機能性ディスペプシアの最も大きな原因の一つだと考えています。この自律神経のバランスが崩れることで胃腸の働きも弱くなったりすることを腸脳相関と呼んでいます。ちょっと難しい言葉が出てしまいましたが、腸と脳というのは密接につながっていて、ストレスを受けて緊張状態が続くことで自律神経の働きが悪くなり胃の動きが悪くなり消化吸収できないと、それがまた胃の方に信号として伝わって不安が増したり痛みが増強されるのではないかと考えています。日本における調査によりますと、他の FD の原因としては幼少期の虐待、これには身体的精神的な虐待も含まれるわけですけれども、それも発症に関係しているというような報告もあります。他にも遺伝的素因や吐き気、嘔吐、腹痛、下痢といった感染性胃腸炎を発症した後からですね、この FD になるという報告もあります。それでは次に、なぜ FD では様々な胃の不調の症状が出現するのか説明していきたいと思います。ここを理解できると FD の治療法がスムーズに頭の中に入ってくると思います。復習も兼ねて再度確認ですが、 FD の症状は食べてすぐお腹がいっぱいになってしまうという早期満腹感、胃の痛み、胃もたれ、人によっては溝落ちが焼けるような不快感を感じるといった症状が特徴的でしたね。実際に食べ物が口から胃に入った時の胃の動きを見てみましょう。まずこちらは食べる前の胃ですね。ここが食道になりますが、食道から入ってきた食べ物ですね、こちら食べ物が入ってくると胃の上の方が膨らんで食べ物を入れる準備ができます。しかしここの異常、つまり胃を上の方に大きく膨らませるという機能が働かないと食べ物をあまり多く入れることができないので、すぐにお腹がいっぱいになってしまうんですね。これを早期満腹感と言ったりします。これも FD の症状の一つです。さらに食べ物がこのように食道から胃に対して入ってくると、食べ物を溶かすために胃の粘膜から胃酸という強い酸性の液体が分泌されます。胃の粘膜からですね、こう酸性の物質、これが胃酸だと思ってください。胃酸が分泌されるんですね。 FD でない方は通常胃酸が分泌されても何も感じることはないわけなんですけど、 FD の患者さんは痛みに対してとても敏感になっているので、普通の人では感じないような食べ物や胃酸の刺激によって痛みを感じてしまうんですね。患者さんによっては溝落ちのあたりが焼けるような不快感を感じると表現する方もいます。FD のこういった症状を知覚過敏と言います。実際にこの過敏性は胃に空気を入れる実験からも明らかになっておりまして、例えば少量の圧を胃に入れると、特に問題ない健康な方は 90% は何も症状が出なかったんですが、 FD の患者さんの場合は半分くらいの方が胃の不快感を訴えたという報告もあります。例えば私たちも過度のストレスが溜まっていたり睡眠不足などで疲れていると、人によっては片頭痛の発作が起きてしまったり、歯が知覚過敏で染みるような痛さを感じることがありますが、それに似ているように思います。
特に不安やストレスを感じていると、普段感じなくても良いような刺激でも大きな痛みを感じてしまうという患者さんは外来の現場でよく見てきました。そして食道から入ってきた食べ物、この緑の部分ですね、入ってくる時に受け入れるために胃の上を広げて胃酸を出して食べ物を溶かしたり、バイ菌が入っていかないように殺菌する役割があるということを伝えたんですけど、さらに胃は上の方からぐにゅんぐにゅんぐにゅんとですね、前導運動といいまして、消化するために動いていまして、食べ物と胃酸、そしてタンパク質を溶かすペプシンなどが混ぜ合わさってですね、細切れにしてお粥状にしているわけなんですね。そして消化吸収するのはほとんどの食べ物がこの下にある小腸で吸収されるわけなんですけども、その入り口となる十二指腸に食べ物を送り込む必要がありますね。これが食べ物です。このあたり十二指腸なんですけども、十二指腸に送り込んで小腸に運び出すという役割があります。グニュングニュンという前導運動の動きが悪くなってしまったり、十二指腸に送り出す働きが低下してしまうと胃がもたれてしまったり、いつまでも胃の中に食べ物が残っているような胃もたれ感や不快感などを自覚する場合もあります。ここまでの動画で気づいた方もいるかもしれませんが、 FD は胃の動きとですね、感覚が敏感になって症状を起こすという特徴があります。簡単にもう一度まとめると、胃の動きが悪くなることで早期満腹感や胃もたれを自覚し、通常は感じないような胃酸や食べ物の刺激に過敏になることで胃の痛みや溝落ちの不快感を感じるというわけです。 FD ではストレスをきっかけに胃の動きや痛みに敏感になると説明しましたが、 FD の患者さんは不安やストレスに対して敏感に反応する傾向があると言われています。実際に私が担当した患者さんの中には、私の胃の不調は癌などの重大な病気が隠れているのではないかと心配で、夜もあまりよく眠れません、ストレスに弱くてちょっとしたことで不安になってしまいますといった方もいました。 FD の症状があるから不安になるし、不安やストレスで FD の症状を引き起こすという悪循環で症状がなかなか治らないというケースも珍しくありません。例えば国内の研究では、医療機関を受診したFD の患者さんの約3割は、内視鏡で胃潰瘍や胃がんといった目に見える病気がないと明らかになった時点で症状が消失したと報告されています。この研究はまさに不安が取り除かれると FD の症状も改善するという根拠になる研究ですよね。何が言いたいかと言いますと、 FD の患者さんでは背景に不安を抱えていることが多いので、医師との会話の中で安心感を得ることが大変重要だということがわかります。ストレスのせいですね、気のせいですねと言われてしまったら、患者さんも行き場がなくてさらに不安が助長されてしまいますよね。患者さんの不安や希望、生活益の影響を考慮し、医師は患者さんを安心させてあげるようなコミュニケーションを取る、つまり良好な医師患者関係がとても大切だということです。 FD の患者さんのほとんどがまずは内科や消化器内科を受診することが多いわけですが、後で説明する FD の治療薬を使っても改善しない、そして不安が大きい方などはカウンセリングをすることはもちろんですが、抗不安薬や抗うつ薬を使って改善する例も少なからず見てきました。またうつ病などが合併する場合は、メンタルの専門家の治療を受ける必要がある場合もあります。実際にいくつかの研究でも抗不安薬や抗うつ薬で症状が改善したという研究結果もあるぐらいなんですね。ここまでのまとめです。ここまで胃の機能役割について説明した上で、 FD でなぜ様々な症状が出るのか解説しました。根本的な原因は自律神経、つまり交感神経と副交感神経のバランスの乱れにあり、結果として胃の機能が低下して様々な症状が起こるわけです。一つは胃の動きが悪いことで起こる早期満腹感や胃のもたれ、疲れた感じ、もう一つは胃が痛みに敏感になることで痛みや不快感を訴える場合もあるということでしたね。また FD の患者さんは背景に不安を抱えていることも多く、カウンセリングや
お薬も含めて不安を取り除くことが治療において大切なテーマの一つであるということも説明しました。次に FD に高い頻度で合併する病気について説明したいと思います。 FD に合併する病気、実は2つあるんですけども、何だと思いますか？皆さんちょっと考えてみてください。実際に、FD と診断された方はですね、この病気もですね、医者に指摘されたんじゃないかなと思うんですけど、その2つとはですね、1つ目が胃食道逆流症になります。そして2つ目が過敏性腸症候群になります。実際診療所で毎日診療していますと、FD の症状ですね、胃もたれや早期満腹感、胃の痛みだけで来るという方はむしろ少なく、胃食道逆流症や過敏性腸症候群の症状を一緒にですね、訴えてくる方が多いです。胃食道逆流症が合併すると胸焼け、人によっては胸の痛み、胃がムカムカする、喉の違和感といった症状が出現する場合もあります。また過敏性腸症候群が合併した場合は、下痢や便秘を伴った腹痛、特に下っ腹ですね、おへそより下のあたりが痛いと訴えたり、常にお腹が張っていてガスがよく出るなんていう訴えでいらっしゃる患者さんも多いですね。実際私が患者さんと向き合った場合ですね、例えば胸焼けが一番辛い症状だとしたら、胃酸を抑える逆流性食道炎の治療をし、それが落ち着いた段階で胃もたれの治療をするみたいな感じで進めていくことが多いですね。この2つの病気は、こちらの逆流性食道炎の治し方5選と過敏性症候群の治し方6選でも紹介していますので、自分はもしかしたら逆流性食道炎や過敏性腸症候群かもしれないなと思う方は見ていただきたいと思いますが、復習も兼ねてそれぞれの病気についてここではざっくり説明させていただきます。まず胃食道逆流症は FD のなんと 50-70% もの方に合併する病気で、口から入った食べ物は食道を通して胃に入ってきて、胃酸という強力な酸で柔らかく、体にいらないものは殺菌され、小腸で吸収しやすくするために胃がぐにゅんぐにゅんと動いて柔らかくするということを伝えましたが、逆流性食道炎の場合はこの食道括約筋というですね、逆流を防ぐための筋肉が緩くなってしまって、胃酸が逆流することで食道に火傷を起こす病気のことを言います。そうすることで症状としては胸が焼けるような感じがします。なんだか最近胸が痛いんです、なんだか胃液が上がってきて酸っぱい感じがします。人によっては喉の違和感を訴えたりする場合もあります。高齢者や重症な方ですと誤嚥性肺炎や食道がんに発展する場合もあると言われていますから、胃酸を抑える薬で良くなるんだから今の食生活変える必要ないですよねと思っている方がいたとしたら危険です。この胃食道逆流症には非糜爛性胃食道逆流症と逆流性食道炎という2つの病気に分けられます。ホーサー先生、機能性ディスペプシアもよくわからない病気の名前だなと思ったけど、非糜爛性胃食道逆流症もよくわからないですねという方いると思いますので簡単に説明します。糜爛というのはですね、食道の粘膜がえぐれている状態だと思ってください。えぐれるとはですね、簡単に言ってしまえば、食道があって胃がありますよね。で、ここが食道じゃないですか。ここですよね。で、ここの粘膜をちょっと拡大すると、通常はこういう風になってるわけですね。で、食べ物がここに入ってくるんですけども、胃酸が上に逆流してしまうことで、ここが胃酸でやられてしまいますね。そうすると、こういう風にえぐれちゃうんですね。ここがこういう風になってしまって、粘膜が露出してしまいますから、痛みや胸焼けといった症状で自覚するわけです。つまりですね、胃カメラをやれば目に見えてえぐれているという状態です。それに、非という否定語がつきますから、胃カメラをしても炎症所見はないんだけど、胃の不快感などの胃酸が逆流した症状が起きるというわけです。実際に非糜爛性胃食道逆流症の胃カメラの所見がこちらのようになります。これは食道の粘膜を表しますが、このように食道の粘膜が綺麗で異常がない状態なんですね。これどこから見てるかと言いますと、ここから内視鏡を入れていってですね、ここを見てるんですね。
真ん中の穴が胃の入り口になります。実際これは胸焼けや胃の不快感あるんですけど、食道が綺麗で異常がない状態なんです。これが非糜爛性胃食道逆流症になります。これ説明してて何か気づきませんでした？この病気の定義も FD に似てますよね。目に見えた異常はないのに、胸焼けや胸の痛み、胃の不快感、酸っぱいものが上がってくるような症状はあるのに、目に見える異常がないんですよね。原因としては FD 同様に食道の知覚過敏が関係しているのではないかというのも理由の一つとして考えられています。一方で胃食道逆流症の2つ目のタイプ、逆流性食道炎の場合も非糜爛性胃食道逆流症と同じで、胸焼けや胸の痛み、喉に酸っぱいものが上がってくるような感じはあるんですけど、胃カメラをするとこちらのようにですね、食道の粘膜が火傷、つまり炎症を起こしている状態があることがわかります。今お伝えしたように胃食道逆流症には胃カメラをしても炎症所見がない非糜爛性胃食道逆流症と、炎症所見がある逆流性食道炎の2つがあると言いましたが、この2つの病気にはそれぞれ特徴があります。まず非糜爛性胃食道逆流症は若い方で女性に多いと言われています。また痩せている体型の方に多いというのも特徴の一つです。これは FD になりやすい方とも共通している部分なんですね。また胃酸を抑える薬が効きにくいというのも特徴の一つです。一方逆流性食道炎はこの表にある通り、年齢性別関係なく肥満の人になりやすい傾向があります。こちらは逆に胃酸を抑える薬で効果が出やすい病気です。ここまで胃食道逆流症について説明しましたが、もう一つ FD に合併しやすい病気がありましたね。それが過敏性腸症候群になります。こちらも FD に高い頻度で合併するのですが、簡単に言ってしまうと下痢や便秘などの排便の異常があり、かつ腹痛を伴う病気で慢性の経過をたどります。やはりこちらも大腸がんや潰瘍性大腸炎、クローン病といった目に見える病気が大腸カメラをやっても CT をやっても特にはっきりとわからない時に診断される病気なんですね。過敏性腸症候群とはどんな病気で、どうやって治したらいいのかというのはですね、過去のこちらの動画に詳しく解説していますので、該当するかもしれないなと思った方はぜひご覧いただければと思います。それではいよいよ FD の治療法5選説明していきたいと思います。 FD の治療法1つ目、それが治療のゴールを決めるということです。小沢先生、治療のゴール、それは当然症状を消すことじゃないですか。もうすでに決まってますよね、というふうに思う方たくさんいると思うんですけど、 FD に悩む方は性格傾向として完璧主義の方も少なくないと言われておりまして、症状が気になって仕方がなく、とにかく症状を完全に消し去りたいという方もいらっしゃいます。でもそれを目標にしてしまうと、人生というか毎日過ごす時間のすべてが症状を消すことに意識が向いてしまって、かえってストレスを大きくしてしまうという落とし穴にはまってしまうこともあります。慢性の病気全般に言えることとしては、慢性の病気の原因には睡眠不足や不規則な食生活、遺伝、体質、暴飲暴食など様々な原因が複数重なっていることが多く、何年も症状に悩んでいるケースが少なくありません。ですからすぐに症状が完全に消えてしまうということは極めて稀だと思いますし、逆にそういった場合は FD でない可能性があります。じゃあ細田先生、完全に症状を消さないんだったらどこを治療のゴールにしたらいいんですかと思いますよね。ここで私が最初の方で患者さんにお話しているのは、まずは生活に影響がないレベルまで症状を改善することを目標にしましょうとお伝えしています。例えば想像がつかないほどひどい状態を10、全く症状がないのを0としましょう。例えば胃もたれは今0から10でどのぐらいですかとお聞きすることが多いです。そういった時にやはり外来に来るぐらいですので、最初は
6とか7とか8とか非常にこう辛いとおっしゃる方がいます。そして何回か外来を訪れ、人によって個人差はありますが2ヶ月から時には数ヶ月ぐらいかけて、最初は7だった胃のもたれ感が5になりました。そしてさらに月日が経つと3ぐらいになって、先生職場をほとんど休むことがなくなりました、夜も眠れるようになりました、というふうに報告してくれる方もいらっしゃいます。実際に症状が改善していくには数年かかるという研究報告もありますから、患者さんには抱えているストレスがあれば少しでも減らし、食生活を見直すなど原因を探りながら時間をかけてじっくりと治療に臨んでいきましょうと説明しています。完全に症状を消すというよりは、今お話したように2とか3とか生活に影響がないレベルをゴールにしていくと、肩の力を抜いて一緒に治療に向かって歩んでいけるように思います。もちろん後で説明する薬を使った後や仕事や人間関係のストレスから解放された途端にストレスがほぼなくなるという患者さんもいらっしゃいますが、再発するケースも多いのが FD の特徴の一つです。今までお話してきたように FD の症状を完全に排除するという考えよりは、 FD の症状が悪化してきた場合は最近睡眠不足になってきているのかもしれない、ストレスを抱えすぎているのかなと、今の自分の心と体の状態を教えてくれている SOS サインだと思うくらいになれば、症状をコントロールしやすくなるかもしれません。それでは次に FD の治療法2つ目、それが薬による治療です。ホッサン先生、自分は薬はあまり使いたくないので、薬以外の方法を解説してくださいという方いると思うんですけど、FD の治療の大きな柱が薬なんですね。薬以外の治療法はもちろん後でしっかり説明するので安心してください。食べるということはとても大切なことだと思うんですけども、すぐにお腹がいっぱいになってしまったり、もたれてしまって好きなものも食べれない。こういった症状は社会生活ができないぐらいにご自身の生活の質を著しく落としてしまうことがあります。そういった生活の質を FD の治療薬は改善させて、仕事やプライベートを充実したものになるようにサポートしてもらうためには、治療法の中でも薬物治療は強力なサポーターになります。先ほど FD の症状には胃の動きと感覚がおかしくなってしまうという2つの特徴があると説明しましたね。胃の動きが悪くなることで早期満腹感や胃もたれなどを自覚し、胃酸の刺激に敏感になることで胃の痛みを感じるわけでした。ここは大事なので復習がてら何度も説明します。そこで FD の薬による治療では、この2つの原因から来る症状をターゲットに治療していきます。まず胃の動きが悪いから胃もたれが出ると言いましたが、じゃあ胃の動きを良くするにはどうしたらいいでしょうか。それにはアコチアミドというお薬を使います。商品名はアコファイト。これは2013年我が国で初めて機能性ディスペプシアという病気に対して保険適用になったお薬なんですね。1日3回食事の前に飲むお薬なんですが、ガイドラインでも強く推奨されている薬の一つです。早いと2週間から4週間ぐらいで効果が出始めると言われています。実際に FD の中でも胃の動きが悪いことで起きる早期満腹感や食後の膨満感、みぞおちのあたりの張った感じがある患者さん892人に対して450人にはこのアコチアミドを使い、442人にはプラセボ、つまり偽薬を使用しました。どちらを飲んでいるかというのは患者さんにはわからないようにした状態での研究です。評価項目は患者さんの症状が改善したかどうかというところでした。結果良くなったと答えた方はアコチアミドを飲んだ人たちでは約 52%、 偽薬を飲んだ人たちは 35% ということで、この薬を飲んでいた人たちの方が 17% も多く症状の改善を認めたという結果でした。つまり半分ぐらいの方には効果があるわけですね。注目すべきは偽薬でも 35% の方が改善したということで、この病気はプラセボ効果といいまして、薬を飲むという安心感も改善に向かわせるという傾向があるということです。次に知覚過敏から来る胃の痛みにはどうしたらいいでしょうか。それに対してはプロトンポンプインヒビターという胃酸を強力に抑える薬があります。プロトンポンプインヒビターにはオメプラゾール、ランソプラゾール、ラベプラゾールナトリウム、ボノプラザンフマル酸塩など様々な種類があります。これは医者の診断のもと
処方されるお薬です。保健所は胃潰瘍や逆流性食道炎などに対して処方されるお薬ですが、 FD の方の胃の痛みを抑えるのに効果的だという報告があります。そしてプロトンポンプインヒビターと同じぐらい効果があるのが H2 ブロッカーという薬になります。これは病院でも処方できますが、薬局でも購入することができます。例えばファモチジン、ミザチジンなどがあります。それぞれの商品名はガスタ、アシノンとなります。これらのお薬も稀に腎機能障害をはじめとした副作用を起こすことがありますから、不安な方は薬剤師さんやかかりつけのドクターに相談の上、使用上の注意点をよく読んでお使いください。今まで胃の動きを良くするアコチアミドや胃酸を抑えて胃の痛みを取るプロトンポンプインヒビターや H2 ブロッカーについて説明しましたが、4週間程度使っても効果がなければ一度胃カメラをやることを推奨します。また以下のような場合も胃がんをはじめとした目に見える病気が隠れている可能性が高いので注意が必要です。そのアラームサインは7つあります。1つ目がダイエットしてないのに体重が3キロ4キロと異常に減ってきている。2つ目が飲み込みが悪い、食道がんなどを疑います。3つ目が原因がわからない鉄欠乏性貧血、胃がんや胃潰瘍などで胃から出血して便が黒くなってしまうというケースがあるので要注意ですね。以前に比べて便が黒い、そして目の結膜が白くなっている、最近立ちくらみもするといった場合は鉄欠乏性貧血を強く疑います。4つ目が嘔吐や吐き気が持続する、胃がんなどが大きくなっていて食べ物が全く通過できないとひどい場合は吐いてしまうということにもつながります。5つ目が診察した時に溝落ちに腫瘍みたいな硬いものを触れる、これは相当がんが大きくなった場合ですがすぐに検査をしましょう。6つ目が50歳以上で初めて FD の症状が出てきた、日本では50歳以上になると胃がんの罹患率、胃がんのリスクが上がってきますので、50歳になってから胃の痛みが続く、胃もたれが続くといった場合は胃がんの可能性も考える必要があります。7つ目が胃がんの家族歴がある、こういった方も要注意ですね。今お話した1から7のどれかに該当する場合はまず胃カメラを強く推奨させていただきます。先ほどお話ししたように日本の研究では胃カメラをして胃潰瘍や胃がんといった目に見える病気がないということが理解しただけで FD の患者さんの 30% の方が症状が改善するというデータもありますから、今言った7つ以外でも不安が強い方、原因がよくわからないという方はかかりつけのドクターに相談して早めに胃カメラをやってもらえるか相談するのも良いと思います。 FD の治療法3つ目、それが漢方薬になります。細田先生、さっき薬について説明したけどそこには漢方薬入らなかったですよねっていうふうに思う方いると思うんですけど、漢方薬もですね当然薬というカテゴリーに入ってくるんですけれども、漢方薬だけでも解説するのに結構なボリュームになってしまうのであえて分けさせていただきました。 FD というのは胃の動きが悪くなる、あるいは感覚が敏感になりすぎてしまうというお話をしましたけれども、胃の動きを良くする有名な漢方薬があるんですけれども皆さんご存知でしょうか。意外に使ったことある方は少なくないんじゃないかなと思うんですけども、その名は立君子湯です。こちらは人参とかですね、陳皮、みかんの皮ですね、半夏、そしてナツメなどの8つの生薬で構成されている漢方薬なんです。この漢方薬で FD のですね症状が改善したという研究結果もありまして、2021年のガイドラインではアコチアミドと同様ですね、胃もたれや早期満腹感といった胃の動きが悪い方の症状を改善するということで、胃もたれやですねすぐお腹がいっぱいになってしまうといった症状がある方には最初から使ってみてもいいんじゃないでしょうかというのが提案されているんですね。それでは実際に立君子湯は FD にどのくらい効果があるんでしょうか。大阪医科大学のドクターが2014年から2016年に行った複数の施設で行った共同研究があります。それが論文でドリームスタディと呼ばれています。研究では患者さんを2つのグループに分けます。一方には立君子湯を、もう一つのグループには偽薬、つまりプラセボを1日 7.5g ずつ飲んでいただきます。そして8週間経過した時に患者さんに良くなったか、それとも悪くなったのか、変わらないのか、質問指標を使って
アンケート調査を取っています。その結果を見ますと、かなり改善した、あるいは改善したと答えた人の割合が、立憲主党のグループでは 37.7%、 偽薬プラセボのグループでは 22.9% と、立憲主党を飲んだグループの方が 15% 程度効果が高いということが分かりました。この立憲主党という漢方薬は、薬剤師がいるドラッグストアでも購入することができるので、まずは試してみるのも良いかと思います。ただし漢方薬も薬ですから、副作用が全くないというわけではありません。今現在複数の薬を飲んでいる方や心配な方は、薬剤師あるいはかかりつけのドクターに相談してから試すことをお勧めします。ここまで漢方薬についてお話したんですけど、漢方薬を処方するとですね、結構患者さんによく聞かれるのが、先生、漢方薬飲んだらどのくらいで効果が出るんですかと聞かれます。半年とか1年飲まなきゃダメですよねって聞かれる方は少なくないんですけど、実際皆さんが思っているよりも、漢方薬が体に合っていれば効果が出るのは早いんですね。早いと2週間、遅くともですね1ヶ月ぐらいで何らかの効果を実感すると思うんですね。もちろんこれは先ほど言ったように漢方薬が合っていればの話です。ですので、例えば2週間飲んで胃もたれが1割でも良くなったら合ってる可能性ありますので、もう2週間続けましょう。そして次の外来では満腹感が2割ぐらい良くなってました、さらに効いてきてますね、じゃあもう1ヶ月継続してみましょう、こんな感じで外来ではやっていきます。ただ1ヶ月しても全然良くならないななんていう場合は、薬を変えることが多いと思います。以上、漢方薬についてお話しさせていただきました。 FD の治療法4つ目、それがライフスタイルの改善です。こちらの文献は2012年に国内で行われた大規模なインターネット調査の結果をまとめた研究報告です。 FD の診断基準を満たす方のライフスタイルと FD でない患者さんのライフスタイルを比較しています。健常な方と比較すると、 FD の方は頻繁に運動する割合が低く、睡眠も不十分、食事が不規則、食欲がない、肉が嫌い、野菜の摂取が不十分、日常生活でストレスを感じる、ストレスの影響を受けやすいと考える割合が優位に高かったと報告されています。逆に言うと、定期的な運動や睡眠をしっかりとり、規則正しい食生活というのは、高血圧や糖尿病などの生活習慣病やがんの予防改善にも共通するライフスタイルでもあるので、できるところからぜひ取り入れてもらえると良いと思います。それではどのようにライフスタイルを改善していくと FD の症状改善に役立つのか説明していきたいと思います。ここではライフスタイルの改善方法として7項目提案していきたいと思います。ライフスタイルの改善方法1つ目、それが睡眠です。 FD の方は先ほど睡眠が不十分だとお伝えしましたが、十分な睡眠は FD の改善に必須なんですね。逆に睡眠不足のデメリットを挙げるとキリがないのですが、例えば食欲の制御が難しくなり、暴飲暴食しやすくなる、集中力が落ちてしまう、風邪をひきやすくなる、体脂肪が燃えにくい、筋肉がつきづらくなる、イライラしやすくなるなどが挙げられます。こんなお話をすると、細田先生、実際何時間ぐらい寝ればいいんですかとよく聞かれるんですけど、目安としてはだいたい6時間から8時間ぐらいが望ましいですね。ただ、研究にもあるんですが、年齢を減れば減るほど適切な睡眠時間というのは変わってきます。例えば20代や30代の方は7時間から8時間程度が望ましいですが、60代70代になると6時間から6時間半程度で十分な睡眠だと言われています。ですので、ざっくり言うと6時間から8時間は寝てほしく、そして日中の生活に影響がないというこの2つの条件を満たしている時に十分な睡眠をとれているということだと理解してください。例えば6時間だけ寝れば昼間も元気に働けるという方もいれば、7時間寝ても昼間眠くて眠くて仕方ないという時は睡眠時間が足りないか、あるいはですね、夜中に呼吸が止まっているような睡眠時無呼吸症候群などが隠れている場合もありますから、自分は睡眠不足だなぁと感じる方はですね、専門家に相談することも一つの方法だと思います。実際厚生労働省の令和元年の調査によりますと、日本人の平均的な睡眠時間は短くなってきており、睡眠不足の人が増えているようです。健康増進のために睡眠はとても大事なので、私も外来ではよく患者さんに睡眠時間はどれぐらいですかと聞くことが多いんですけども、5時間以下とか6時間以下と答える方珍しくないんですね。ここまで説明すると、細田先生、私は普段5時間ぐらいしか眠れてないんですけど、週末は
10時間ぐらい寝だめするので、1週間で平均すると結構取れてるんじゃないと思うんですけど、これってどうなんですかって疑問に思う方多いと思います。平日に睡眠不足になったために、週末に寝て取り戻す行動のことを寝だめと言いますが、今この寝だめをする方とても増えています。それについても研究がありまして、こちらの研究によりますと、寝だめは短期的には体調を良くする一方で、長期的には体に悪い影響があり、具体的に言うと血圧が高くなったり、ストレスに弱くなってしまったり、認知症のリスクを高めるという報告もあるんです。睡眠についていろいろと説明しましたが、何が言いたいかと言いますと、 FD の方は最低でも6時間、できれば7時間ぐらいの睡眠を目指してほしいと思います。そして週末の寝だめは最低限にして、平日に十分な睡眠をとることが大切です。これもよく聞かれる質問なんですけど、細田先生、夜5時間も寝れないので、日中30分ぐらい昼寝をしてカバーしていますという方も結構いらっしゃいます。それはそれで OK だと思います。ただ、30分を超えて1時間2時間昼寝をしてしまったり、夕方以降に昼寝をすると睡眠リズムが崩れて夜の眠りが浅くなる、あるいは不眠になってしまうので、できれば30分以内に昼寝をしていただくのも良いと思います。ライフスタイルの改善法2つ目、それが脂っこい食事を控えるということです。実は胃には食べ物の熱量、つまりカロリーに応じて胃から十二指腸に食べ物を送り込む速度をコントロールする機能があります。低カロリーの食べ物では胃から十二指腸に送る速度を速く、対して高カロリーの食事はゆっくりと胃から十二指腸に送られるので、つまり胃の中に食物が滞在する時間が長くなる傾向があるんですね。つまり高カロリーの脂っこいものを食べると胃への負担が大きくなり、胃もたれや胃の不快感などの症状につながる可能性が高くなります。糖質、脂質、タンパク質の3大栄養素のカロリーを比較すると、糖質とタンパク質が 1g あたり4キロカロリー、脂質は9キロカロリーと2倍以上になります。ですからカロリーの高い天ぷらやカレーといった脂っこいものを食べると、食べ物が胃に長い時間停滞するので、胃もたれや胃の痛みなどが起きやすいというわけです。また脂肪にはですね、食道がここなんですけども、食道と胃のつなぎ目に糞門部と呼ぶんですけど、食べたものが入ってくるとですね、胃の中で食べ物をおかゆ状にするために、この部分が胃食道括約筋というんですけども、ここがキュッとですね閉じるんですね、筋肉が働いて。そしてここが胃液が逆流しないようにするんですが、脂肪にはですね、この胃と食道のつなぎ目の食道括約筋という筋肉を緩める働きがあるんです。ですので胃液が食道に逆流して、胸焼けや鈍酸、この鈍酸というのは胃液が口の中に上がってくるような嫌な感じを意味しますが、こういった症状を出やすくすることがあります。揚げ物や炒め物、生クリーム、クッキーなど油が多い食材や食事は逆流性食道炎といった症状を悪化させることがあるので、FD の症状が強い場合や胸焼けがあるときは一時的に控えた方がいいでしょう。逆流性食道炎に対して薬を使わずに症状のリスクを 50% 下げる方法については過去のこちらの動画でも解説していますので、よかったら参考にしてください。ライフスタイルの改善方法3つ目、それがよく噛む、ゆっくり食べるということです。ある調査では FD の患者さんの約半数が早食いである、よく噛まない傾向があるという結果でした。よく噛むことで胃が消化吸収する負担はだいぶ減りますから、できれば一口30噛み、それが無理なら一口20噛みでもいいので、よく噛むようにしましょう。こういう解説をすると、細田先生よく噛んでくださいって言うけれど、無意識に毎回早食いしちゃうのでどうしようもないですよ、何か良い方法ってあるんですか、という質問が来そうですよね。実際、噛むという行為自体ほとんどの方が無意識にされていると思うんですよ。ですから改善していくには時間もかかるし、精神的時間的にゆとりがない場合は難しい面も確かにありますが、ここでは2つほど解決方法を提案したいと思います。1つ目は、口に食べ物を入れたら箸を脇に置いて噛むことに集中するということです。特に鶏の胸肉や牛のもも肉、アーモンドなど固めの食べ物をチョイスすると
やがおでも噛むことに集中できます。逆にラーメンやそば、そうめんといった麺類はツルツルっと胃に流し込んでしまうので胃もたれの原因になることもありますよね。よく噛むための秘訣2つ目は気の置ける友達と居酒屋やレストランで談笑しながらゆっくり食べるです。皆さんも経験があると思いますが、普通なら5分や10分で食べてしまう量も仲間と喋りながらゆっくり食べていると1時間ぐらいかけてサラダ、メインディッシュ、パスタ、デザートを食べるなんてことは普通にありますよね。パスタの時点でもうお腹いっぱい入らないよなんていうことよくあると思うんですよ。私たちはですね、食べて20分くらいすると満腹中枢というところが刺激されてあまりガツガツ食べたくなくなるようにできています。ですから友達と話したり音楽を聴いたりしながら時間をかけて噛むことに集中するというのは一つのやり方だと思います。こういった説明をすると、いやー先生、毎日一緒に友達と食べるわけじゃないし毎回噛むことに集中するなんて時間取れませんよという方もいると思うんですけど、そういう方はですね、食事の回数を増やしてですね、1回1回の食事の量を減らすというのも一つの方法だと思います。何が言いたいかと言いますと、現在のご自身の胃の消化能力に合った食べ方でエネルギー不足、栄養不足にならないことが大切だと思います。ライフスタイルの改善方法4つ目、それが刺激が強い食べ物を控えるということです。 FD で起きる症状を何度か説明しましたが、FD の方は胃の知覚過敏があると言いましたよね。ですから胃に刺激があるような、例えば香辛料が多いスパイスが入った食べ物、辛いもの、炭酸飲料、コーヒー、冷たいものなどは特に症状が強い時は一時的に控えることをお勧めします。ライフスタイルの改善方法5つ目、それが完璧主義をやめるです。 FD の原因について解説した時に、 FD の患者さんは完璧主義という性格傾向を持っている方も中にはいるということを説明したのを覚えていますか？そういった完璧主義の性格傾向を持つ方に、脂っこいものや刺激の多いものは控えましょうねとお伝えすると、0か1か右か左かみたいな形で白黒はっきりつけたい性格の方が多いので、そういった食べ物は 100% 排除しましょうみたいな考えになってしまい、食べるものが少なくなってかえってストレスを抱えてしまうかもしれません。友達と食事に行こうと思うんだけど、どのお店もなんか脂っこいもの多いし、あのお店もこのお店もなんとなく刺激が多い気がして入る勇気が湧かない、これでは友達付き合いも限られてしまいますし、ストレスが増大してしまうかもしれませんよね。確かに胃もたれなど胃の不調が強い時は、先ほどお伝えしたように脂っこいものや辛いもの、コーヒー、炭酸飲料などは一時的に控えた方がいい時も当然ありますが、 FD で食べてはいけないものというのは基本ありません。この考え方はとても大切だと思います。なぜなら過度に食べるものを制限してしまうことで長期的には食事の楽しみが失われてしまったり、栄養バランスが崩れてしまうというデメリットもありますよね。どうしても辛い時は医療機関を受診してカウンセリングや薬の力を借り、症状が改善したらいろいろな食べ物に少しずつトライして、以前はステーキを食べたら胃もたれしたのに今は大丈夫だと自信になり、食の楽しみを思い出すことができ、毎日の幸福度も上がるかもしれません。それではライフスタイルの改善方法6つ目、それが運動になります。胃の不調に悩まされている人、特に FD の患者さんは運動量が少ない傾向があるということが分かっています。ですから定期的に運動する習慣を持つことで FD の症状を改善することが期待できますよね。私の動画では様々な病気や症状の改善方法について解説していますが、ほぼ全部と言っていいぐらいですね、運動というのは大切な治療メニューの一つになります。FD を改善するために運動するメリットはここでは3つお話したいと思います。メリット1つ目としては、運動することで爽快感や達成感が得られ、気分がすっきりしてストレスが軽減され症状改善に役立つ可能性があります。運動するメリット2つ目は、生活リズムの改善につながって
胃の不調を整えることに役立ちます。運動習慣ができると、まあ、昼間動くわけですから疲れて夜は眠りが深くなる傾向があります。夜ぐっすり寝れれば朝すっきりと目覚められて生活リズムがうまく回っていくということも期待できますよね。胃の動きは主に自律神経によってコントロールされているというのを覚えていますか？生活リズムの乱れというのは真っ先に自律神経の乱れにつながります。毎日夜10時から11時ぐらいには眠りについていた方が週末友達と遊んで夜更かしをして朝の3時ぐらいに寝ると翌朝異常にだるかったり食欲が異常に亢進して甘いもの脂っこいもの食べたくなっちゃうっていうことを経験したことないですか？動画を見ている方の中には多忙で日々時間に追われている方も少なくないと思うんですけど、できる限り規則正しい生活を送るというのは自律神経を整えて結果的に FD の様々な症状を改善することが期待できます。運動するメリット、3つ目はお腹が空くということですね。体を動かすとエネルギーが消費されるので空腹感をより促す効果が期待できますよね。自律神経を整えるためにはこの空腹感というのはとても大切で、それによってお腹が空いた食べ物を取りたいという感じで胃が動き出す準備ができますよね。お腹が空いてないのに暇つぶしのようにダラダラとお菓子を食べていると自律神経の乱れにつながる恐れもあるので気をつけたいところです。保沢先生、運動するメリットはたくさんあるというのは分かったんだけど、どの程度やればいいんですか？FD の症状を改善するにはどの程度やればいいんですか？そこを教えてくださいよという方いると思うんですね。私が FD の患者さんに勧める運動は規則正しい一定のリズムで行う運動です。まあ簡単に言ってしまえばウォーキングなんかもそうですよね。プールで歩いてもいいですし、スロージョギングなんかもおすすめです。なぜ一定のリズムで運動するのがいいかご存知でしょうか？それは一定のリズムで運動することで頭の中でセロトニンという気持ちを安定させる物質が分泌されることが分かっています。他にも太極拳やフラダンスなんかもいいのではないかと思います。無理して運動の強度を高める必要はなく、ウォーキングといっても快適なリズムで散歩するだけでも十分だと思います。音楽を聴きながら、あるいは好きな YouTube 番組を聴きながら楽しく続けられる方法を探してみてください。ライフスタイルの改善方法7つ目、それがお酒は適量を守るということです。食べ物と同様、お酒を絶対飲んではいけないということではないのですが、飲みすぎは要注意です。アルコール自体に胃の粘膜を障害する作用はありませんが、アルコール度数の高いお酒は別です。胃が空っぽの状態でいきなり度数の高いお酒を飲むと胃の粘膜が炎症を起こす可能性がありますから、水やお湯で薄めて飲む必要がありますし、アルコールを分解する酵素の材料となるタンパク質が豊富なおつまみを選ぶようにしましょう。枝豆や豆腐、お魚なんかもおすすめです。お酒の1日の適量はビールですと中瓶1本、日本酒1合、ワインであればグラス2杯、ウイスキーはダブル1杯と言われています。以上がですね、 FD の改善方法4つ目として挙げたライフスタイルの改善法を説明してきました。一旦長くなったのでここまでを振り返りましょう。 FD の改善方法として、まずはゴールを決めましょうと。痛みをゼロにするのではなく、生活に影響ないレベルに改善させることを目標にしましょうとお話しましたね。そして2つ目が薬による治療でした。胃の薬を良くするアコファイドという薬がありました。そして胃の痛みには胃酸に敏感な状態を軽減するためにプロトンポンプインヒビターや H2 ブロッカーを使うというお話をしましたよね。そして3つ目に漢方薬、漢方薬にも様々なものがあるんですが、ここでは陸君子湯といって胃の動きを良くする漢方薬を説明しました。そして4つ目のライフスタイルの改善方法は7つですね、提案させていただきました。ライフスタイルといってもいろんなものがありますよね。1つ目が睡眠をしっかりとるということでしたね。平日は短いけど寝だめするからいいでしょっていう方いると思うんですけど、寝だめはですね、血圧が高くなったりストレスに弱くなったりと長期的に様々なデメリットがあるので、年齢にもよりますが平日に6時間から8時間の十分な睡眠時間を確保することが大事ですよねということをお伝えしました。そしてライフスタイルの改善方法2つ目が、症状が強い時は脂っこい食事を控えるということでしたね。そしてライフスタイルの改善法3つ目として、よく噛むゆっくり食べるということでした。
気の置ける家族や友達と楽しく食べることでリラックスして副交感神経が活発になり、結果的に自律神経のバランスが整って胃の消化能力が高まり、症状軽減に役立つかもしれませんね、というお話をしましたね。そしてライフスタイルの改善法4つ目として、症状が強い時は FD の方は知覚過敏があるので刺激が強いものは控えましょうとお話しました。そしてライフスタイルの改善法5つ目として、完璧主義をやめましょうと話しましたね。ここは何度も強調したいのですが、 FD において食べてはいけないというものはありませんが、症状が強い時は控え、調子が良い時はいろいろなものにチャレンジして自信をつけていくというのもですね、毎日の QOL 生活の質を上げ、食というものを楽しんでいくためにとても大事ですよという話をしました。そしてライフスタイルの改善方法6つ目が定期的な運動ですね。特にリズミカルな運動、ウォーキングやスロージョギング、膝や腰が痛い人はプールで歩くというのもいいという話をしました。そしてライフスタイルの改善方法最後の7つ目がお酒を控えるということでしたね。ここまで説明していかがでしたでしょうか。細谷先生、ボリュームが多くて覚えるの大変ですよ。これ全部やらないとダメですかと心配になる方いると思いますが、安心してください。ライフスタイルの改善は今からでもいつでもどこでもできることばかりですから、焦らずにまずはどれか一つやってみてはどうでしょうか。この動画を見て睡眠大事だと思ってくださった方は、明日は15分、そして来週は30分でも多く眠るようにしてみてはどうですか。それによって体が少しでも調子よく感じれたら積極的にまたやると思うんですよね。ですからまずは一つ5分10分でもいいので楽しくやれることから始めてみてください。そして大事なのは継続性です。いくら症状が良くなるからといって高いハードルを設定して続けなければ元に戻ってしまう可能性は高いです。とにかく楽しく、そして継続できる方法で続けていただくのがいいと思います。それではですね、 FD の改善方法最後の5つ目になります。それが気分リセットの時間を作るです。 FD の患者さんはストレスを感じやすく、そして溜め込みやすい傾向があるというお話をしましたね。ストレスを溜め込むというのはですね、実際頭の中でどういうことが起きているからなるんでしょうか。今からお話することは皆さんもよく経験していると思いますし、私自身も当然日常経験していることです。具体的にはですね、ストレスを溜め込みやすい方というのは、未来に起こるか起こらないかわからないことに対して、明日のプレゼンで失敗したらどうなっちゃうんだろう、うまくできないし自信がないなと不安や恐れの感情に頭が支配されてしまって眠れなくて精神的な緊張が続いてしまったり、過去に起きたことですね、例えば、ああ A さんにあんなこと言わなければよかった、〇〇をやらなければ今はこんな状態ではなかったのにと悔やむことでですね、交感神経が活発になり自律神経のバランスが崩れて、結果的に胃の不調として症状が現れるというわけです。まあこういった頭の中でですね、繰り返し繰り返し考えてしまうのを反芻思考と呼んだりするんですが、この反芻思考によって私たちはですね、最悪最悪最悪の状態を考えてしまう傾向があります。まあこれある種ですね、私たちが生き延びていくために必要な思考回路ではあるんですが、それが何度も何度も繰り返されてしまうと不安や恐怖という感情に包まれてしまって、過度の緊張状態になり様々な症状に悩まされるわけですね。それではこれを断ち切るにはどうしたらいいでしょうか。そこで気分リセット法を提案したいと思います。気分リセット法、いろいろな方法があるんですが、ここでは3つ提案したいと思います。動画の最初の方で私自身も実践していて FD の症状改善に役立つセルフケアを3つ紹介しますよというのを覚えていらっしゃるでしょうか。まさにこれからお話しする気分リセット法がそれに当たるのですが、実際私も日々使っていてストレスを溜め込まないために有効な方法だと感じています。気分リセット法1つ目が好きなことに没頭するです。
私自身は最低週に1回は筋トレをしています。筋トレを始めて1年になるんですが、ダンベルを上げるときはそれこそダンベルの重みを体全身で感じて、腕や肩、背中の筋肉、はたまた腰まで意識してですね、お腹や首にまで意識を集中して重いダンベルを上げたり下げたりすることだけに集中します。つまり自分の感覚、今この瞬間の感覚に集中しているわけです。そんな時に明日の心配をして意識をそらしたら、ダンベルが落ちて大怪我をするかもしれませんよね。筋トレの間休憩する時に明日の予定など頭に浮かぶことももちろんありますが、そんな時もできれば呼吸に集中することで酸素が体中に行き渡って体力が回復しやすくなるので、次のトレーニングにスムーズに入れますし、悩み事も忘れることができて一挙両得なんですね。ある患者さんはカラオケをしている時に全てを忘れて歌うことに集中して、60分ぐらいやってお店を出る時には悩み事がどこかに吹き飛んでしまってました、なんてことをおっしゃってた方もいます。またある患者さんで乗馬をされている方がいるんですけど、乗馬中は馬に集中しないと落馬する可能性もあり必死なんです。でも終わった後はすっきりして爽快感があって悩み事から解放された感じになりますとおっしゃっていました。私の経験も含めたこれら3つのエピソードに共通することは何でしょうか。もう気づいている方もいるかもしれませんが、そうなんです、今この瞬間に集中するということなんですね。今この瞬間に集中していれば未来のことも過去のことも考えなくて済みますよね。そうすることでストレスを溜め込まず、脳疲労も軽減されて FD の症状改善も期待できます。他にもマッサージを受けたり、普段行かないような場所で森林浴をするのもおすすめだと思います。こういうお話をすると、細田先生、私はこれといった没頭できる趣味も好きなこともないんですが、そういう場合はどうしたらいいですか、という質問も来ると思うんですけど、そういう方で今すぐお金もかけずにできるのが呼吸に集中しながら行うウォーキングです。実際にどうやるかと言いますと、歩きながら10秒かけて息を吐きます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 この時ですね、ポイントとしては口すぼめ呼吸といって、ですね、これで10吐きました。で、その後に5秒かけて吸います。はい、また吐きます。吸います。これをですね、ひたすら繰り返すんですね。秒数はですね、10秒吐いて5秒かけて吸うと言いましたけども、極論ですね、この秒数は気にしなくていいと思います。人によってその 1,2,3,4,5 の間隔って短かったり長かったりしますよね。秒数にとらわれて息が苦しくて歩けないんでは元も子もないので、最低限意識してほしいのは吐く時間と数時間を2対1ぐらいに設定していただくといいのではないかということですね。十分ですね、吐き出すことで自然と空気は入ってきます。そして十分長く吐くことで、実は副交感神経もリラックスする方向に向かうことが期待できるんですね。吐きながら 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 吸いながら 1,2,3,4,5、これを繰り返すわけですね。呼吸法だけでもいいんですけども、さらに歩きながらやることでセロトニンといって気持ちを安定させる物質が出やすくなりますし、体を動かしながらあまりネガティブなことって考えづらくなる傾向があるようです。歩きながらですね、考え事をするというのはですね、良いアイデアを出す時にもよく利用される方法で、としているよりもですね、歩いている時の方がネガティブなことを考えない傾向があるので、歩きながら呼吸を数えるというやり方、ぜひやってみてください。私自身はこれを歩くマインドフルネス瞑想と呼んでいます。瞑想というと怪しいと思う方いると思うんですけど、今では Amazon や Google といった
有名企業も社員の健康増進維持のために取り入れられており、私自身が今つけているこのアップルウォッチの中にも瞑想というアプリがあって、疲れているとそろそろ瞑想やりませんかと促してくれるんですね。ここ数年でマインドフルネス瞑想、つまりこの今この瞬間に集中して自律神経を整えるという方法、だいぶ浸透してきたなぁと感じています。気分をリセットする方法3つ目、それがですね、不安を紙に書き出すというやり方です。先ほど未来や過去のことをああだこうだと自分の頭の中で最悪を想定して、何回も何回も堂々巡りのように考えてしまうことを反芻思考と言いましたが、そこから抜け出せなくなって緊張状態が続くと、それこそお腹の痛みや胃もたれなどの症状を引き起こしやすくなるかもしれません。そこでおすすめなのが、実際に何が不安なのか紙に書き出すことをおすすめします。それに対してできることを1つでもいいし、2つ、3つ、4つ、思いつくだけ書いてみるんです。例えば家族が癌になってしまったら、不安で不安で仕方ないという気持ち、よくわかります。でも不安でいても何も変わらない可能性もありますよね。ですから、その不安を解消するための解決策をとにかく思いつくだけ書き出してみます。例えば癌にかかる費用について不安であれば、病院のソーシャルワーカーにいい方法がないか相談してみる。親身に相談に乗ってくれる人が思い浮かんだら、その方に相談してみる。なるべく早めに担当医の方とアポを取って、最善の方法についてドクターと検討する。こういったことを書き出すことで、次にやるべきアクションプランがわかります。他にもいろいろとアイデアは浮かぶかもしれないんですが、実際にそれらができるかできないか、解決に結びつくか結びつかないかは別にしても、ある程度対策を考えたら人事を尽くして天命を待つという気分で、あとは日々のできることに集中することに役立つかもしれません。悩む時間を限定できますし、何より紙に書くことで自分を客観視することができます。私もこの方法をよく使いますし、とても効果を感じています。 EFD の改善法5つ目として、気分をリセットする方法を3つ説明させていただきました。1つ目が好きなことや趣味に没頭して今この瞬間に集中すること、2つ目が歩きながら呼吸に集中しながら行うウォーキング、そして3つ目が不安を紙に書き出すでしたね。もし興味がある方はぜひやってみてください。ここまでいかがでしたでしょうか。実は FD の改善方法番外編として、もう一つ大事な治療法があります。それがピロリ菌の検査と除菌になります。ピロリ菌の正式名はヘリコバクターピロリです。研究によって様々ですが、日本人の 40% から 50% ぐらいの方がこのピロリ菌に感染していると言われています。主に50歳以上に見られ、若い人では少なくなります。感染が起きるのは主に5歳未満の乳幼児期だけと言われておりまして、まだ井戸水を使っていた50歳以上の方に多く見られます。あるいはその感染した50歳以降の方のお子さんに口移しでご飯をあげた時に、そのお子さんが移って感染してしまったという感染経路が考えられています。現在では井戸水を使う家庭はほとんどないので、新たな感染が起こることはほとんどないと言われていますが、日本人の 40% から 50% の方が感染しているとお伝えした通り、まだまだ多くの方が胃の中にピロリ菌がいると言われていますから、胃がんや胃炎の原因として無視できないものとなっています。再び出てきましたが、こちらの機能性ディスペプシア FD の診療ガイドライン2021年では、胃もたれや胃の不快感、胃の痛みなどがある方でピロリ菌の検査をして陽性の患者さんは、ヘリコバクターピロリ関連ディスペプシアという診断になると記載されています。つまり FD とは別の病気として位置づけがされているんですね。なので番外編としてピロリ菌の除菌法を改善法に入れたんですが、別の病気という定義とはいえ、実際の診療では1ヶ月以上続く胃の不調の患者さんがいた場合に、ピロリ菌が原因となっている場合も少なからず見てきましたので、私自身も必ずチェックするように患者さんにお話をしています。
ここまでお話すると、ホ先生、なんでピロリ菌がいるだけでなんでお腹が痛くなるのと疑問に思う方いると思うんですけど、ピロリ菌はですね、5歳未満の乳幼児期に感染すると言いました。口から入ったピロリ菌は胃の粘液の中に住み着きます。これは胃の内側ですね、ここに食べ物があるわけなんですけども、ここに胃液があって、その下に粘液というのがあります。そしてこの部分、上から3つ目の部分が粘膜上皮細胞といって、胃の粘膜の一番内側の細胞になるんですね。でピロリ菌はどこに住み着くかと言いますと、この部分なんですね。こんな感じですね。こんな感じで住み着きます。胃の中というのは胃酸というですね、強力な酸性の物質が出ていますから、通常多くの菌は胃の中に入ると死んでしまうんですが、このピロリ菌は非常に賢くてですね、アルカリ性の粘液を出して膜を作ることで、この強い酸性状態の胃液の中でも生き残れるんですね。そしてピロリ菌は毒性のある物質やアンモニアを分泌するので、このように長く住み着いていると、これが粘膜上皮細胞というんですけども、ピロリ菌がいることでこれが破壊されて、ひどいとさらにですね、この粘膜自体がなくなってしまって、こう底が深い、つまり胃潰瘍という状態になってしまうこともあります。または萎縮性胃炎というんですけれども、粘膜がこのようにある程度破壊された状態が続いていきますと、長い時間をかけて胃がんになる恐れもあります。このようにですね、まだ胃粘膜上皮細胞はあるんですけど、ある程度ピロリ菌の影響を受けてえぐれてしまっているような状態では、 FD と同じような症状を起こすこともありますから、胃もたれや早期満腹感、胃の痛みといった FD と似通った症状を持った場合には、ピロリ菌がその症状の原因になっている場合もありますから、一度ピロリ菌の検査をしておく必要があるかもしれません。実際の検査方法は、血液検査や便を調べたり、内視鏡で組織を取ってきたり、尿素呼気テストといって息を吐く検査で調べることもできます。これらの検査は非常に精密度が高い検査ですので、疑った場合は主治医の先生と相談して一度やっておくことをお勧めします。もしピロリ菌が陽性の場合は、先生どうしたらいいんですかという質問もあると思うんですけど、その場合は抗生物質や胃酸の分泌を抑える薬など約3種類のお薬を1週間飲んでいただきます。ほとんどは最初の治療で成功するのですが、もしそれでも除菌できない場合は次の治療に進むという流れになります。ここまでいかがでしたでしょうか。本日のまとめになります。今回は胃の不調の 80% を占めるかもしれない機能性ディスペプシアという病気の原因、そして改善方法について説明してきました。機能性ディスペプシアとはどんな病気なのか、そして私たち医者はどうやって診断するのか説明しましたよね。胃の機能を理解した上で、機能性ディスペプシアの痛みが出る仕組みについて説明し、その次に機能性ディスペプシアによく合併する2つの病気について説明しました。この2つの病気覚えていますか？1つが胃食道逆流症、そして2つ目が過敏性腸症候群でしたよね。そして最後に機能性ディスペプシアの改善方法5つと番外編について説明しました。今回の動画が良かった、参考になったという方は、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。また、自分も同じように悩んでいて、こういう風にしたら良くなったよ。こんな治療したら良くなった。こんな風にライフスタイルを改善したら、改善に向かったという経験があれば、この動画を見ている多くの方の参考になると思いますので、気軽にコメント欄で共有していただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルでは健康に役立つ情報をこれからも配信していきます。興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。